はい、今回はウィリアムズ FW15C のパート3です、ね、ウィリアムズとマクラーレンのアクティブサスのシステムの違いについて見ていきたいと思います。パトリック・ヘッドが語るアクティブサス。私たちのアクティブライドは一種の応答型システムだった。例えば、ブレーキを踏んで荷重移動が起きる。リアが持ち上がるとシステムが好ましくない状態と判断して姿勢を修正する。これ、私、 基本的なところをね勘違いしてたなと思ったんですけどこのウィリアムズのアクティブサスは車の状態をまあ維持するシステムといえばいいのかな要するに車がどんな状態かを無視してサスペンションをでたらめに動かしたりとかってことはできないシステムだってことですよね前後の荷重移動が起きるときどうしても空想時間が起きる。 ナイジャルはそれを受け入れ乗りこなした。はい。前年の話にはなっちゃうんですけど、マンセルがすごい速くて、パトレーゼがあんまり速くなかった。これは、要するに車の制御で姿勢を変えている時に、その一種の空想時間が起きると。それがまあ不安定に感じるんでしょうね。だけどマンセルはそれをうまく乗りこなしてたと。はい。ここからもね、車に望ましくない状態が起きると、車がそれを元に戻そうとするんだなっていう。 ということは少しタイムラグというのがあるんだな、わかりますよね。ニューウェイが語るアクティブサス。FW15C はリアのバンプとフロントのリバウンドを対角線上で連結した、いわば 三本足のののスツールのようなものだったつまり3チャンネルシステムだ。はい。このニューウェイさんが語ってくれてるロジック <laughs>、ちょっとね、難しいんですけども、すごい簡単に言うと、やっぱり車を平行に保つための基本的なこうロジックがあって、で、制御は3チャンネルだっ っって言って言るところが、ね、重要,なんですよ、ね、要するに4チャンネルじゃないんで4つのサスペンションをバラバラに動かしたりはできないってことですね3チャンネルで制御をしてると旋回を始める時にはリアからフロントへ油圧フルードを送る必要があり 14B ではフロントがわずかに沈み込むような動きをした 15C でもシステムは基本的に同じ。だが改良が進み、その問題は大幅に軽減できた。はい。この前半で言ってんのは、さっきパトリック・ヘッドさんが言ってんのと同じことですね。旋回をするときに姿勢を作るために油圧を送ると。やっぱりそれにタイムラグがあるってことですね。ただ、15C では、まあ、そこはだいぶ改善はされたと。うん。 言ってますね。マクラーレンのシステムがかなり優れていたのは間違いないアクティブでありながらスプリングとアンチロールバーを備えスプリングシートの下に油圧アクチュエーターを組み込んでいたニューウェイさんはマクラーレンのシステムをすごく褒めてますでニューウェイさんの言う通りマクラーレンのアクティブサスっていうのは普通のスプリングもダンパーもあって それと一緒に、こう、油圧アクチュエーター。車をね、上下させる部分がついてましたよね。もし引き続きアクティブサスが使えたなら、スプリングとダンパーを復活させて、4チャンネルシステムに移行していただろう。ウィリアムズのアクティブシステムは、油圧配管が長くなり、応答が良くないという難点があった。はい。ニューウェイさんは、4チャンネルにしたかったってことですね。うん、ニューウェイさんの考えでは、 ウィリアムズ方方方式式よりもマクラーレン方式の方が優秀だって思ってて思たんですね確かにこのマクラーレンのね各ダンパーに直接油圧のアクチュエーターがついてるタイプだと制御は4個個別で行ってるからレスポンスはいいですよねそこをニューウェイさんは言ってるみたいですねで、はい、パディ・ーローが語るアクティブサス 前にもちょっとご紹介しましたけど、ウィリアムズのアクティブサスのシステムそのものを作ったのはね、このパディ・ローさんですね。マクラレに移籍しちゃいましたけどね。FW15C は一種のリンクドサスペンションだった。前後輪の間でロール配分は起きない。左右のリアタイヤはいつも設置していて、どちらか一方が宙に浮くことはない。 クロスリンキングとなっている。どれか一輪を選択的に働かすことはできない。はい。やっぱりそうなんですね。これもちょっとロジックが難しいんですけど、車を平行に保つ。まあ、えっ、ー、と、タイヤをね、きちんと設置させるというのは、基本のそういうロジックがまず存在すると。 で、やっぱり3チャンネルなんで、一輪をこっちから命令を出して動かすってことはできないって言ってますね。マクラーレンが作ったのは4本の機械的なスプリングをアクティブプラットフォームに置き換えたものだった。理論的にはアクティブを起動しなければパッシブカーとして走れた。私としては彼らの考え方には賛成しかねた。サーキット1周をメートル刻みでサスペンションの挙動を プログラムする手法を取っていたからださっきのニューウェイさんの話にもあった通り、マクラーレンは4本のダンパー部分をアクチュエーター付きダンパーに取り替えたものだと。うん、で、理論的にはスプリングとダンパーがあるんで、アクティブを起動しなくても、 普通に走れると。だけど、パディ・ローさんは、マクラーレンのシステムに否定的ですね。彼らの考え方には賛成しかねたと。うん。つまりこれは、4チャンネルで、マクラーレンのシステムは、プログラミングありきで、四輪を制御していると。先ほど、ウィリアムズのマシンで説明した、車をそもそも平行にしたりとか、サスペンションを設置させる、基本のロジックっていうものは存在しなくて、 とにかくプログラムありきだってことですよね。だから賛成できないって言ってますね。エンジニアは朝4時までガレージに残って車高のプログラムをしていた。バンプがある場所では自動的に車高が上がるようにしていたんだ。 私は車の挙動は自然なものであるべきだし、ドライバーの入力に反応すべきだと考えていたが、セナはうまく乗りこなしており気に入っていた。はい。マクラーレンのシステムはプログラムありきのアクティブサスなので、プログラムの入力量が ウィリアムズよりはるかにあるみたいですね。だから朝4時までってこれ言ってるんだと思います。プログラム量が多くて大変だってことを除けば、どのようにも制御できるんで、セッティングの幅は広いかもしれないですね。だけど、うん。車の挙動が自然でないってことと、まあ、手間があまりにかかるってところが難点でしょうね。で、やっぱりファディーローさんは、車の挙動は自然なものであるべきだしって言ってますね。 ここが気になるんでしょうねさっきのニューウェイさんと違ってマクラーレンのシステムの方がいいというそういう言い方はしてないですね。でそうこのプログラムをこんだけ入れなくちゃいけないアクティブサスなんで。 当然ドライバー側からのね、セッティングの注文の出し方も難しいと思うんですけど、セナはうまく乗りこなしており気に入っていたっつってますね。これはセナがあまりに特別 <laughs> 優秀だからかなという気もしますね。他のドライバーだったらうん、使いこなせないじゃないかな。まあ、マイケル・アンドレッティは使いこなせなかったですよね。テストドライバーをしていたね、キネ年はその後、 レースに出てもうまく使ってましたけど。まあ、こういうね、ウィリアムズとマクラーレンのアクティブサスには大きな違いがあるってことですね。3チャンネルと4チャンネルという違い。あと、ウィリアムズには、そう、車の姿勢を保つという基本ロジックが存在するけど、マクラーレンにはそれはないので、何もかもプログラムしないといけないということですね。はい。